連隊への弾圧に抗議して全国で反対運動が巻き起こりました。市民たちは戒厳令をポーランド国民対ヤルゼルスキの戦争と呼び激しく抵抗しました。政府は抵抗運動に対してこれまでになく強硬な姿勢で臨みました。政府側の弾圧によって戒厳令以降少なくとも90人以上の市民が命を落としたと言われています。